ここは都会の外れにあるゆるいお店。ゆるいお客様がゆるいムードの中で、人格が破綻し人生が終わっているマスターと奇妙なお話、奇談を語るバーレクイエム。今夜もいつものように暇なので、ゆるい奇談トークが繰り広げられるようです。皆さんもぜひお酒を片手にお楽しみください。西村さん、普段何してるかとか全然わかんないです。普段何してるそんな変わったことしてないですけどね。僕ね、よく女の人に言われるのは、あのね、性的な匂いがしないと言われるんですよ。性的な匂いがしないと女の人に言われますか。それ寂しいね。ええ。違う、それ。切れていいと思うんですよ。そっか。怒っていいと思うよ。悪口ですよ。そっか。あ、でも俺も昔、あなたって本当にいい人ねって言われたことあります。ああ、それも結構あれですよね。クソッと思いますよ。悪い人の方が持ってたりする。悪い人の方がね、多分いいでしょうね。うん、悪いでしょうけど。西村さんって、その、なんていうんですか、変な話ですけど、はい、夜の街でこう飲んだりとか遊んだりなんてこととかされるんですか。そういうイメージもちょっとあんまり確かに湧いとこないんですよ。あのね、基本的にオタク志向なので、あの飲んだりする金があったら、あの新しいハードディスク買いたいとか、新しいパソコン買いたいとかの方になっちゃう。一時の享楽よりも、そうですね、物欲に変わっちゃう方が多いですね。家にいたい派なんですか。家にいたい派でもないんですけど、インドア好きですよね。はい、だから外に行ってもインドアになっちゃう。いや、旅館に行ってもなんか、あの近くのお店に行って何か買ってきたらこうやっていじってるみたいな。はい、わざわざ海の見える旅館に泊まってるけど、はい、泳ぐわけでもなく、うん、ずっと部屋の中にこもって何かしてるみたいな。そうですね、何かこう好きなことに没頭しちゃうんですね。だから目的がでもはっきりしてるっていいですよ。目的っていうのは、いやだから何かどっか行って、要はそのね、何かブラッと観光しようだとかっていうのがあまりないので。おうん、どこどこに行って何買おうとか何食べるとかもう決めたらもうそれだけっていうところで。じゃあその心霊スポット行ったりとかするときももうここ行こうみたいな感じでバーンと行って。そうですね、基本的には寄り道はしない。寄り道はね、まあするときはするんですけど、寄りにするのは食い物食いに行くとか目的があって行くみたいな。キャバクラとか行くんですか。キャバクラもう行かないですね。もう行かないですね。昔行ってたんですか。もうね、警備会社時代の営業の時は、うん、上司が大好きで、毎晩付き合ってましたよね。好きな人はあれやもんね、連れてきたがるもんね。いや、本当に好きな人で行くのが楽しいですね。あの僕が初めてのキャバクラとかのああいうところのデビューが、デビューとこれ要はそういうお店に連れて行かれるじゃないですか。自分は初めは分かんないから、ね、お前ちょっといいとこ行こうなって言われて行かされたデビューがランジェリーパブですよ。また懐かしいな。ジェリーパブ、ね、うん、女の子が全部下着スケスケの下着でお出迎えが、なるほど、スタートっていうね。いきなりあの10級から始めないで7級ぐらいから始めてるみたいな。そうなんです。あとね、お金が高くてびっくりしましたね。あ、出してくれないんですか。ね、半分だけ出してくれるんですけど。それ割り勘やね。そんな。はい、でも結構ね、そのやっぱり営業とかやってる時はお客さん連れてったりとか、あ、うん、あの夜ね、あの広告、まあ、ゲーム会社で広告とかの担当をやった時に、まあ、接待を、まあ、受けるんではなくてする方なんですけど、はい、いい記事書いてもらったりとかいいようにしてもらいたいみたいなのがあって、接待する方なんですけど、その時はね、もうその時期は30代40代の頭ぐらいまでは結構こう、あの行ってましたけどね、仕事も兼ねて。仕事、はい、西浦さん的にはこう楽しめる。楽しいですよ、楽しいよ、本当に。まあ飲まないですけど、うん、あのね、こんな性格なんではっちゃけちゃうんで楽しいですよ、本当。飲まない、飲んじゃうと寝ちゃうんで逆に楽しくないんで。あの僕あんま得意じゃないですか、はい、いわゆるキャバレークラブ、キャバクラというところが、はい、で行ったら全然知らないお姉さんが横に座ってくれますよね、はいはい、なんか焼酎とか注いでくれますよね、うん、でその後一通りの作業が終わったら膝に手を置いてじっとこっち見てきますよね。はい。あ、
俺の会話待ちなんやってなるのがあれがちょっと苦手で、あこんな全く知らない2分ぐらい前に会った人と何の話をするんやってなるのがちょっと戸惑うんですよね。喋れないことはないですよ、喋、はいはい、れないことはないですけど、なんかね、相手を楽しませなあかんのかしらとか、なんかいろんなこと考えちゃうんですよね。そうですよね、楽しませようとかって思っちゃうと多分もうそこではダメなんですよね、うん、ちゃうんでしょうね多分ね、うん、自分の好きな話して、今面白いことに来てるんだってもう信じ込まないと言い聞かせるっていうか、もう自分に言い聞かせて、今楽しいんだこれって言ったら楽しめるかもな。めちゃくちゃ 前のめり。縁切りしたいところでもね、縁切り寺とか縁切りなんとかって結構多いですよね。多いですよね。行って手合わせたことある？いや、僕ないです。はい、それ、叶うんかな。行ってみようよ、今度。ねえ、来ます。ここ、都内だと、板橋に縁切りえのき、縁切りえのきっていうのがあるんですよ。近い。縁切りえのき、縁切りひのきってやってな。はい。で、要は、板橋の宿場町の中にあるところで、板橋ってやっぱり、昔はよくね、要は遊郭があったんで、女郎さんとか、花魁さんみたいな人たちが、要は男と縁を切りたいと、要は嫌な男と縁を切りたいのでっていうので始まった信仰で、今もそのあるんですよ。で、そこにちょっと取材で行って見に行ったんですけど、もうね、何回か火事で焼けてて、今は3代目ぐらい、3代目JSOUL みたいな感じになってるんですけど、発想ね、発想がね、3代目、はいはい、3代目。もともとは篤姫が要は江戸に輿入れ、つまり将軍のもとに要は許嫁と別れさせられて来るときに嫌で嫌でしょうがなくて、それで結局その本来はその江の木のところ通って行かないようにルートを組むんだけど、全然いいです、そのまま泣かせてくださいって言って、その下を通ったおかげで要は自分の旦那の将軍が亡くなって、で要は幕末一気に進むわけですよ、そのせいで、うん、要はね、最後の将軍にバトンタッチしちゃうんで、一気に大政奉還なんだなんだっていうようになっちゃうっていうのがあって、でそれがあったんで、要は自分の旦那が死んだことにショックを受けて、で皇女和宮が要は輿入れするときに絶対あそこは通っちゃダメだっていうふうに言ったって記録が残ってて、で実はその要は向こうから来るときなかなかずっと来るんですけど、その板橋の宿のところからぐっと王子の方まで大回りして、でぐるって回って本郷の方から江戸に入っていく、中線と外し、そこから外れていくっていうとか、めちゃめちゃ通らんかった、はい、でしかも記録を見るとその木に黒い布を全部かけて通るときに、要はそのね、要は近くも行かないけど、そこから出てくる毒も出ないように全部囲って見えないようにして、その間にずっと行ってもらったって記録残ってるんですよ。ああすごいですね、汚れ出してたまるか、そう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 、そういうふうにしたってぐらいその言われてる場所で、で取材してた時に実は60から70ぐらいのおばあちゃんかな、その今木の皮を削ってそれを煎じて飲ませると腫れられるっていうふうになってるんですよ、はい、はい、で必死に削ってるどころ見ちゃって後ろから、何で削ってた、要はね、なんか金具みたいでこう下にビニールを置いてるから、その絵が怖いね、こうやって、誰も見えないような感じのちょっと影のところに行って木のところにずっと浸す、その木は道の脇に立ってる、いや、ね、今神社みたいに一応神社は細いんですけど、神社みたいな作りになっていて、ちょっとお社があるんですけど、お社は別に本体じゃない、その木が、木がありますね、影のところでこうやって、はい、それ見た時すごい気持ち悪くて怖くて、だから別れたい人の執念とかってあるんだろうな、失うことないにしてる姿見たのと同じ気まずさがあるかもしれないですね。そうですよね、まあ、こっちはね、見られても全然大丈夫やから、失うことないが人に見られたらあかんけど、うん、昼間どうぞね呪術的な問題としては問題関係ないから見られても、そんなルールね、気づけましたよでも神社ってやっぱ願かけるとこなんだなと思うのは、うん、その神社のこう玉石みたいなのを一生懸命こう、はいはい、カバンに詰めてるおばあちゃんがいて、何をお願いしたはるんですか、うん、そのちょっとバカなと聞きましたけど、うちな、孫が2人な、ニートやねんって言ってそれ、治りますかね、もっと
違う直し方した直し方僕もたまにこうなんかよく人に話すんですけど、はい、京都の安井こんぴらさん、あ、出ましたね、白いこうね、こう分かれたいもの、縁切りたいものを書いてこう、ね、石のこういう半分のドーナツみたいなところみんなで貼るじゃないですか、抜けていくやつですよね、はい、あれこう行って、いや何みんなこうね、分かれたいのあるんやろうと思ってこう自分のパッて貼りながら貼ってみると、薬って書いてあって住所まで書いてあるんですよね捕まりそう何やろうな、すごいですよね、人間じゃないんだとか思いながらもこれ何の薬なんだろうって思っちゃいますよね。なんか土地のね、記憶とか土地にまつわるそのなんかこうね、歴史とかっていうものがなんか掘っていくと、僕なんかは幽霊とくっついちゃって、あ、お化け話にくっついちゃって、そこが非常に面白いですよね。だからなんか幽霊の話がよく多いところってなんか歴史的に見ても土地があんまり良くなかったりする場所ってあるんですけど、どうでしょうマスター、そういうのは経験ないんですか。うん、でもまあ縁切りになった由来みたいな、うん、縁切りっていう縁を切るっていうふうにみんな受け取るけど、はいはいはい、あれ違うからね、実際は縁を切って新しい縁を入れるっていうことなんで、だからそこをあまり見ずにこう別れたい人ばっかり集まるっていう、でも調べたらその場所は昔やっぱりすごく強く信仰してた誰かがいて、その信仰の内容は割といいことだったりすることが、まあ印象的には多いかなと、あちこち行っても思うのは、基本的に悪いもののことを願う人って死滅するんで、死滅するんで、まあ貴船神社とか、はい、代表するこうね、なんていうんですかね、ああいう神社さんとかって縁結びがもともと今多くやってるんですけど、縁結びってもともと貴船の船もそうなんですけど、船でこう旅をするとか物を運ぶって昔は命がけで、はい、大阪から江戸に物を運ぶって今だとね大したことないんですけど、昔の木の船でここを張っていくと結構その沈むんですって、確率的に、まあ、北前船なんて、ね、日本海側なんか特によく沈むのが有名で、ね、そういう、まあ、願掛けをしたりとかってするのもあるんですけども、だからそれがちゃんとつながって、要はつながって、まあ、要は港から港につながってちゃんと行けるようにっていう意味で結ぶっていう意味での結びの神としてなってたのが、いつの間にか恨みを結ぶに変化して要は牛の国前の場所になってるところって結構あるんですよね。なんかその京都で、取材をさせていただいてた時も、川の井戸っていう人が、はい、でまあ、洋曲で有名なところで、牛の国参りに行った女が貴船神社で7日目だわで自分の思いを遂げた時に帰ってきて、その井戸の横で死んでたっていう話が残っている場所が今でも京都にあるんです、うん、本当住宅街のところすごいところ でそこには井戸とこうお社、お稲荷さんのお社の方があるんですね。でこれ周り普通に住宅なんで、もうテレビの音とかも丸聞こえのようなところなんですけど、ちょっと面白いから僕端からインターホンをしてて話聞いてたんですよやりますね、井戸ありますけど、はい、どうですか生活みたいなことを。それは心霊ではなく単純にやっぱちょっとバカのふりして感じです、ね、あ、そうバカのふりしました。なんか井戸見たんですけど、何すかねこれみたいな感じでなんかあの井戸怖ないですかレバーレバーレバーしてたんです。やっぱり警戒されるんですね。で何人か話を聞かせてくれるんですよ、ね、井戸のすぐ横にいる人なんかはそこは縁切りの井戸やから、ほらペットボトル置いたらやろ、網がしてやってペットボトル置いてある、はい、でそのペットボトルを人に持って帰って人に飲ませる料理とかに使って人に飲ませたら、はい、縁が切れるんだ、ああ面白いじゃないですか、はい、でパッと見たら横に水道の蛇口があるんですけど、うん、そこにこれは縁切りの水ではありませんかってそれ持って帰る人いるからでたまになんか変な人が来て夜中に男物のこうパンツを燃やしてる髪の長い女の子がおると、はい、縁切りの場所やから、めちゃめちゃ縁切りたかったよ、縁切りたかったと思うんです。いや面白いなと思ってビボビボビボンでしてたら、そこを管理されてるおじいさんに話を聞くことができたんですけど、はい、今その縁切りの移動として伝わってるけれども、実はこの最近までは本当にそこが縁切りの移動だったかどうか分からなかった、うん、でまあ、井戸はあるけど、なんか縁切りの井戸らしいよぐらいの話なんです。で、ある時、その小さな町のある人の蔵から神様のご神体みたいなのが出てきたと。で、あ、なんかそういえば
ジンジャーが確か昔あったから、それをの取り壊すときにご神体で多分預かったのよ、うん、せっかくやし建てようってなって、じゃあここの土地使ってくださいよってなったんですけど、まあ、町内会の集まりでややこしい人もいるので、建てようっていう予定地の鬼門の方向にいる人が、俺神社のとこから鬼門になるの嫌やって言って、ごめんなさいで、お母さんだったんですね、話が、うん、どうすんのよ、建てるってことは決まったし、お金ももう借りてしまってる銀行からってなって、じゃあ、僕のとこの納屋潰してもらったらいいですわって言ったのが、今の井戸の横なんですね、うん、そこに今神社が建ってるんですけど、はい、で、あ、じゃあ、あの納屋潰して、ええのって、あそこ借りてるやつじゃないのって、まあ、神様だし、いいよ、俺が謝っとくって言って、取り壊して、で地面をこう鳴らしてるときに、ガッってなんか硬いものが埋まってるってなって、それをこう掘り起こしてみたら、こんな大きい丸い石が出てきて、そこに、金輪の井って書いてあったんですよ。あ、金輪の井戸はこれですよっていう証の石がそこから出てきて、あ、これ本当に縁切りの井戸って言われても本当だったんだ、噂でしか聞いたことなかったけど本当だったんだってなって、今その石も飾られてるし、見事、神社も建っていると。だたま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 本当にその場所が選ばれただけなんだけども、昔からあったところに丸く収まったねって、なんかそれは偶然とは思えなかったなというような話をおじいさんがされて、ちょっと面白かったですね。うわ、そうだから、縁切りたい人とかおる今ね、っていう、いや、でもそんなにない。